はいありがとう。来てくれて。<laughs> 黒猫さんがおって言ってる。おお <laughs> 久しぶりじゃん。ヤッホー。<laughs> ジェシー。コーナー痛い。マジ痛い。コーナーえマジで痛い。ほんとに。赤ちゃんだからミルクしか飲んでないんですけど。牛乳とかしか飲んでないんだけど、普段うん。めっちゃしみる、牛乳。ゆ <laughs> うくん。 何でも聞くようんえーそれは大変だね棒読み棒読み棒読みじゃんダメ <laughs> もう皆さんにこの今日はコーナの痛みを共有していきたいと思いますよろしくお願いしまーすくま、うん、さんこんばんはくまさんでちゅこんばんははるちゃんでちゅゆえさん辛い辛いものだよねこれ 辛いものとか食べれないそう辛いものとか食べれないしなんかむしろ私いつも朝はパン派なんだけどパンパンの耳ですらなんか痛くてあっ昨日ね <laughs> 全然そのご飯の関連に全然こうないに関係ないんだけど鮭食べてたら鮭の結構太い骨が喉にめっちゃそそってピンセットで抜いた <laughs> 自,分自分で抜いた全然抜けない1時間ぐらい抜けなくて <laughs> ピンセットで抜きましたハルッチワンだよなかちゃんこんばんはこんばんはでちゅうよしバブーって言うてるまあマジで赤ちゃんだからみんな赤ちゃんよみんな赤ちゃんそうみんな赤ちゃんそう今の次の世代は赤ちゃんです うなかなちゃんお布団変わった真っ白そうそう白いんだけどさ白いんだけどさなんかし白飛びする私もうここでね自撮りできないよよいしょそうなんか白飛びがすごくてもうな何だびっくりしたハイパッドか。 高内容の時は酒を飲もうアルコール消毒え本当にえっ何かよく言うよねなんかさ <laughs> お酒飲む人がさになんか風邪ひいたのってきてああアルコール消毒しているからなんか大丈夫だよって言われてああそうなんだーってやっぱすごいんだね酒ってお召あるから飲もうかなもう立つのがめんどくさいやなここまで来るとじし痛いの痛いの飛んでいけハルちゃんからねマジで 飛んでいってほしい強しい強しい私の代わりにこの痛みを <laughs> もうみんなに共有したい痛みをゆえさん離乳食なら痛くないかも確かになんかでもね私前ユニット組んでたんですけどちょっとの間だけなんかそのなんか人がなんかその離乳食とかを扱うお店で働いてたらしくてなんかすごい好き嫌いが多い人だったのだからなんか離乳食食べればって言ってなんか本当に食べたらしくてなんかめっちゃ味薄いって言ってた。 私ね、味は濃いめが好きなんで <laughs> 味は濃いめが好きなので醤油を入れたいと思う離乳食にも、うん、あっ剛がこの辺もらったるって言ってる本当にありがとう誕生さん「え普通じゃん」って言ってえ何さ鮭の骨が私の喉につっかかったことそれとも口内炎ができていることなねえ何が普通 中野ちゃん梅シロップいや私ね梅シロップで飲めないんよな,なんか結構さ女の子とか梅シロップで飲む子いるけどさ甘くてえ私ね甘酒あんま強くないからスロッグとか飲めないよねなんか私はいつもなんかレゲエパンチとかなんかカシスオレンジとか飲んでる <laughs> カルアミルクとか好きですお父さんおはるこんばんはあこんばんはわんわん <laughs> ブルーナクルムさんお疲れ様です今日も髪の毛いいですね俺はなかなかケイフエモさんあ本当ですかありがとうございます髪の毛今日もちょっとね色落ちしてきたんでまたライブ前に染めるんですけどえこれあれです私自分あのなんか結構なんか髪の色変わりすぎじゃないとかみんな思ってる思ってない思ってないと思うけどちょっと自己満だから言うんだけどこれは私あの自分でカラートリートメントで染めてるだけなんであの髪の毛を傷みつけてるわけじゃないんですよこれ実は。 そう、美容室ね、このちょっとキラキラしてて怖いよ、美容室は。なんも行きたくない。そう、なんかもうできれば、なんか一人で部屋とかにこもってたいから、休みの日は。もうなんか美容室とかね、ちょっと怖くて行きたくないよな。もう髪染めたいんよ。剛し、髪に書いて配信でもいいんだよ、無理しないでない。ええー、優しいじゃん。優しいうん、髪。 いやね、し,ゃあのしゃべりだすと結構止まらないからもう痛みとか関係ないんだけどそうなんかね喋り出す時が痛い加マさんえ二足歩行できるようになったのそうそう最近できるようになってそう最近進化を遂げたんですよなんか前まではなんかハイハイがギリギリぐらいな感じだったんだけど最近はちょっと二足歩行とかできるようになってそうなんか梅酒とかソーダ割りとかなら飲めるようになった <laughs> ああホキちゃんおぎゃおぎゃやー,ほーありがとう来てくれて。 あ分け目分け目ね。ちょっと今日はこれで落ち着いちゃった。あのそうそう。ああの、分け目変えるのって、もうほんとに一苦労なのよ。<laughs> もうね、こっちでね、自分の前髪が定着してるから、こう、こうね、こういくのがね、いや、でも変えたじゃん。この前。<laughs> みんな、え、私がさ、なんか、チアーズでさ、分け目一瞬だけ変え、一回だけね、変えたのよ。変えたの。なんか、 気づいてくれてる人とねそうじゃない人がいてね笑ったんだけど一回だけね分け目を変えましたみんな星ありがとうラブユーチェシはるちゃんイーツで注文するはるちゃんイーツはるちゃんイーツ高いやって数量めっちゃ高いからマジであはるちゃんイーツタピオカとタピオカタピオカしかやってませんはるちゃんイーツタピオカ専門イーツですああなかなちゃんバスの家に。 行かないとねお泊まりねお泊まりね <laughs> そうさげ <laughs> ちゃんちあかりちゃん言ってたけど私も来たいなでも <laughs> うちし今日床屋行ったら混んでて正直怖かったねマジで本当に怖いえなんか私なんかキラキラんかね自分なんだろうなそのステージとかでキラキラしたいの,あの私有名になりたいから <laughs> いうすごくなんかその自己顕示欲が強くて有名になりたいからめっちゃキラキラしたステージは好きなんだけどなんかねそうなんか美容室だけはねなんか怖いよ美容室とか初めて行く場所とかが怖いめっちゃなんかビグビグしちゃうあすあっす先生みたいなでなんか美容室でもなんかずっと私同じ人を指名してるんですよもうなんかそうもうなんかいろんな人と喋りたくないから 同じ人ずっと示してて「あれっすよねなんかはるちゃんってあれだよね」みたいな「あん人と喋らない子なの?」みたいな言われて「いやーそんなことないんですけどちょっと明,明るくて」みたいなちょっとねなんか,か鏡とか目の前にやるとちょっと怖いんやな私そう鏡あんまりね見ないの化粧以外で怖くて見たくないの <laughs> となんかねボーイトレの時とかもなんか私 入った当初めっちゃ無表情だったじゃないですかいや今でもそうなんだけどなんかめっちゃ無表情でなんかボイトレの先生に「あれだね春はちょ,っとちょっと鏡見て歌う練習した方がいいよ」って言われて「表情筋をね」って言われて「表情筋ですね」「表情筋最高っすね」って言ってた <laughs> 全然最高じゃんもう本当にね鏡見るの恥ずかしいのよなんか 田中さん秒でコメントしたびっくりしたそう逆だってコメントきてねおおおおって思って剛手数料いくらいくらなんですかタピル専用化あそう手数料は手数料は1回いくらにしようかなでもーまーって手数料高いよね3000円じゃないや300円ぐらいだからじゃ五500円ぐらい500円にする <laughs> 500円だから お酒いっぱい買える <laughs>。そうくまさんバブ宅急便宅急便はそうですね。宅急便はまあ、一応やってるんですけど、春春春。黒黒春黒春宅急便やってるんですけど、最近はちょっとこのね。ご時世なので、ちょっとすごい。配達のものが多くて滞っちゃってますので、まあそうですね。できれば違う。 店舗さん店舗さんというか違う業者さんに頼んでいただいた方がまあ早い届くのは早いかなと思いますそして違う怖さかいえっすんのほんとに怖いほんとにねキラキラしてるとこは怖いタチウオさん指名されたら話に行くことにしますおしあな、え何物販でってこと物販でタチオさん指名したら話に来てくれるってことで OK? ミジさんこんばんは、ま、こんばんはヤッホー,ほー さん鏡の後ろに誰かいたら怖いうんそれは怖いいや鏡の <laughs> いやもうお風呂とかにもねつけないでほしいの鏡をなんかね怖くないなんかなんか感じるんよななんか背後にさ気配を <laughs> でもなんか別に霊感があるとかじゃないんですよ全然全然霊感は全然ない全く持ってないんだがなんかねそう私なんかそういうの怖いんよなすごいなんかおこすり手帳に に貼る鏡鏡じゃないやシールが出てきた。こうはんなきゃちゃんと。おきちさん散髪し中 <laughs> 散髪中に喋って手止まっちゃう。人は困る。もうね。それもうさっさとさっさと切ろうってなる。早,早く切ってもう早くね。お家に私を帰らせてって思うから、もう今の示してる人は全然もう話してくれるんだけど、もうめっちゃ早い。シャシャ,シャ,シャって言ってくれる？ ル,ナクルムさん俺も表情筋鍛えたい <laughs> 表情筋ねえなんか私もわかんないんですけどなんかとりあえず笑えって言われます <laughs> なんか歌う時にめっちゃ私真顔なんですよ真顔だからなんかもっと笑ってこうってるあっハートありがとうやったーハートでいっぱいありがとうみちやさん私何そのリアクションあやね クマさん、部屋を鏡張りにするえやばくないえもうそしたらダンスできるかなって思ったけどさ私マジ鏡張りにする面積がないんよね今もう踊る踊るスペースもないぐらいま服がやばいよも今日も買っちゃったし買っちゃった服マーズでマーズ好きなんですよフリフリえなんかいつも自分スカートが好きでなんかスカートばっか買うんだけどスカートっぽいズボンを買った <laughs> わかるこれ伝わるスカートっぽいズボンで 意外とリーズナルブルはいえっとねーリーズナブルザゃリーズナブルなんですけどまあちょっとちょっとねかかっちゃうかもしれないです時間が2ヶ月ぐらいみゆ <laughs> <laughs> さん春猫ねこやとそう春ねことの宅急便 <laughs> タジヤさんタピオカそのものより手数料の方が高いのくええ待って待って待ってでも実際そうじゃないウーバーイーツで私タピオカもねただそんなことはないわ 手数料のがまだ安いわなんか700円のタピオカを頼んだら1000いくらになってなんかあもういいやって思ったんだけどなんかあまりにもタピオカの量が多くてああそういうことかと思ってこりゃこりゃ高いわ1000円のタピオカみたいなえウーバーイーツでタピオカみんな頼まない私結構頼むんだけど高くなるよ1000いくらとかになる全然買いに行った方が安い。<laughs> タピオカ実質1000円くらい送料込みかえ、そうそうそうでもこんなもんよ。たちさん草越えて森いやむしろ詐欺それはそうねえなんで森林ぐらいでいっとこうクさん霊館山館第六館おおすごい,ラ,いややっぱりラッパーだね <laughs> みんなだからちゃん事務所の地下あなんでもない <laughs> え、なんかでもこうなんかうちの事務所なんか夜になると なんか物音がするみたいに結構聞くんよ私もてか実際そのキリに入る前は間、まあ、近じゃないんだけど夜とか、まあ、そんな深夜じゃないよ8時とかね8時とかに使わせてもらう時とかがあってなんかねめっちゃ怖いマジでマジでなんかやばいやばいよめっちゃ怖いよ「はるちゃんに好きそうな番号を聞こう」 競馬で使うレカーリストやから予知,し予知してもらううーん競馬競馬って何番必要なの何個必要なのえなんかでも競馬ってさなんかお勉強すれば当たりそうじゃないやったことないけどなんかちゃんとちゃんと馬ちゃんと馬についてなんかその出る馬とか分かんないけどなんかべお勉強したらちゃんと当たりそうな感じするなんかパチンコとかさなんだろう 火事だとかよりなんか確率高そうなんだけどそんなことないのかなお父さん頭洗ってる時後ろめっちゃ気になるねえ分かるよめっちゃ気になるわ私もうん、ありがとうあんさん簡単ありがとう久しぶりヤッホー,ー元気してる A 君マガもかわいいよ本当にもうずーじゃあずっとマガをでいるくまさん伝わらない伝わらない泣いた とじさん歌う時より真顔案件突っ込んでよかったん歌う時真顔案件突っ込んでよかったんあのこれはねバチボコ突っ込んでほしいんだけどほんとに私歌う時めっちゃ真顔なんですよで集中しててめっちゃ真顔えもうやだ <laughs> 恥ずかしいちょしタピオカをあまり飲まないからなやっぱそうなのみんなタピオカあんまり飲まんかまさんウーバーイーツ配達会マジでそんなとこ <laughs> そんなことあるんだ 店舗がないからってことなのかなウー,ウーバーイーツ対応のあなんかでもあるよああるよな,なんか書いてあるわそういえばウーバーイーツに何区と何区と何区はやってますよみたいなあれさん久しぶりヤッホヤほホやほだって田中さんウーバーイーツでバイトするから頼む時教えてあ絶対さ違うウーバーイーツってそ地区があるの私知ってる <laughs> なんかいっぱいあるじゃん そう私はヘンなとこにヘンなとこにいるたちょさんねもうい競馬なめなんて言ってそうなのくまさんもそんな簡単に当たんないって言ってるマジでそうなのやばい競馬なめてた馬の勉強しても当たんないのちなみに9 3春でいいかおいいじゃんそうしようよめっちゃいいと思う <laughs> これで当たんなかったらちょ申し訳ないな ブルーな車さん毛も顔も可愛いです毛好きですそんな毛来るそんな毛来ます草 <laughs> そんなおありがとう星だそんな毛そんな毛かなお父さんチキマガオキは本当に任せてたしマガオ超得意だからなんかねもマガオなんかね写りで私チキの写りがねなんか いい時と悪い時の差が激しいからなんかもうチキンの時めっちゃメイク濃くしようかなって考えてる今これねこさんタピオカ飲むえー、飲むのタピオカ何好きみんなタピオカ私あれが好きです黒糖黒糖ミレグとか好きえもうタピオカのにタ,タピオカに黒糖の味がついてるのが好きちゃんと なんかのちゃん3期生だけで事務所にお泊まりしてみるなんなでそんな怖いことするのやだよ絶対いや超怖いもん無理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 全体無理えなんかやだよやだ守ってくれ絶対守ってくれないもん守ってもらいたい怖いからみんなして怖がっちゃいそうだからダメだよ怖いもん,オさんアイよルのマガは怖いぞえや,いや笑顔やからまじ笑顔まんじまんじ任せてもう えーなんかでも3期生は笑顔担当2人いるんで、まあ、まあまあ笑顔大事ですけど私もちょ最近ねちょっとちょっと最近ちょっと笑顔あの自撮りとかもちょっとちょっと割れるようになったんよちょっとね <laughs> なんか自分のあれによるけどコンディションによるけどジェしーウーバーワールドよりバブーイーツがいいウーバー <laughs> 待って待ってすごい情報量 <laughs> ウーバーワールドなウーバーワールド好きですよ私 バブーイーツ超バブーイーツで頼むタピオカめっちゃうまいきっと朝春春春春春あさん春春春50春50あっち待って,待ってすごい50春春50春50お届けありがとうやったーありがとうございますどうでかねー 今日ピアス入れ。再久しぶりに入れたらさちょっと耳腫れちゃってすぐ外したんだよね。ピアスみんなピアスピアスとかするの？みんなみんなしてる？いやえー、なんとかいっちゃった。カまさんハルチワンが照れてる。チェキハルチワンが照れてる。チェキ。お前いつも照れてるけど。<laughs> なんだね。何の時に照れるのかな？ 何の時に照れるんだろうえなんか分かんないえでも大体照れてるなんかもう初めましての人とかはねめっちゃ照れちゃうあ <laughs> ってなる太蔵さん黒糖かぶりしたから別のにしますかぶりいいじゃんかぶりでも仲良くしようよダメか黒糖かぶり NG? 同担拒否ってやつだなこれがすごくに言う。 ロネカさん、紅茶にタピオカマスキューこえ紅茶にタピオカなの <laughs> 普通のストレートティーにタピオカ入ってるってこと飲んだことないお父さんスタジオ巡礼する巡礼これ巡礼でいいのかな巡礼すっか巡礼しますでも怖いもう本当に誰も私をま守ってくれないえマジでね怖いよ怖いあのね スタジオもね、基本、がリハーサルするスタジオもめっちゃ怖いんですよ、ちなみに。ちなみに言うと、えもう夜になるとね、電気がね、暗くなるからね、めっちゃ怖いよな。ジュウーバーイーツ、間違えた、ウーバーワールド間違えのた <laughs> そううすごい情報量だなって思ったそういうことね。本日45分まで行ってきます。よろしくお願いします。クさん、トイレの花子さん、え、もう超怖い、そういうの無理、本当に。お化け系、私、ダメなんよ。ほら、ホラー とおばけは本当に怖いなんか私なんか結構なんか神社とかお寺とかがね近くにあるんですよなんかいっぱいあるのいっぱいあるからねなんか怖いななんか通り道になってるとか言われた時マジで泣きそうになったなんかお化けがこのお家をと通り道にしてるからちゃんと窓とか開けてってなんか霊感ある人に言われて「あーそんなことあるめっちゃ怖いやん」 あーやめようお話するとマジ寄ってくるからブルーな車さんピアスめっちゃしたいけど穴開けるの怖いですえわかるそれはめっちゃ分かるあの開ける時めっちゃ痛い私ピアッサーもニードルもやったことあるんですけどてかやってもらったことはあるんだけどなんかピアッサーはガタンってめちゃめちゃ音がするんよえニードルもプチって音がするのニードル私軟骨開けた時なんだけどもうどっちも怖いもうね体に穴を開けるのが怖すぎるなんかのジゃボストミータン経験済みだから 3、ね、期生も経験しないとねえ止ま止まるのかってこと止まるの経験済みなのよしそのピアス視聴者プレゼントですかあそんなことある視聴者プレゼントいててててプレゼントかはるちゃんでもピアスねはなんか自分でつけるのとかはなんかね結構普通のなんかそこら辺に落ちてるピアスとかを買っちゃうんですけどあ違う。 その <laughs> 辺にうってにフィアスとか買うんだけどなんかパパとかにもらったり作ってもらったりするやつはめっちゃある家に大事にしてるくまさん穴開けるのこ痛いからママじゃあ穴開けるの痛い私ねなんかほんとに一時期ちまうってこことかに開けようとしたことがあるの開いてないんだけど結局怖くてやめたあきもかいすこさんあめまえば 姫元気で私前,前歯姫なの私何何分かんないこれ本当にローマ字読みこれ何て読むのみんなあっサンジくんサンジくん久しぶりサンジくんヤッホー元気してるえめっちゃ久しぶりじゃん生きてた本当にサンジくんが俺が守るって言ってるけどだえさサンめっちゃ久しぶり感じ <laughs> ちゃったヤッホー なんか今日は久しぶりりの方がが多いいですすねありがとうございます、まあ、私が5日に1回しかやったないってのあるなら。たイさん、ど同担拒費、険しい。やーだよー、もっと優しく、優しい世界で行こう。いいじゃん、黒糖かぶり。サじく君が守るって言ってくれてる。たイさん、僕が守ってあげるよ、ハート。画面越しで。画面越しなんだ。守ってや、それは。くまさん、じゃあ、物販で階段話なえー、ほんとになんか夏とかはね、涼しいからいいんじゃないなんか、夏の。 物販はあのめっちゃ怖い話かなんかめっちゃ寒いギャグをお願いしたいです皆さんに <laughs> 夏だからやっぱ寒く行こうかなって私泣いたら助けよ呼んでね助け呼んでね私が呼ぶのお父さんデカプーさんと一緒に寝てねうんデカプーさんねあれあいたいたいたそうなんかねプーさん寝相悪いよなすごい やべえ、私のガラ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 がガラガラがなだれを越してすごい。あ、ごめんくさん喋ってると言ってくれてずっと後ろにいやいないいるのはいるのはいるのはワンちゃんだから。そう後ろにいるのはワンちゃんです。マジ怖い本当にもうやだ。ずしなでもなんだかんだ人間が一番怖いよなまあそれはそうね。 人間が一番怖い。え、それは本当にそうよ。もう人間何考えてるか分かんないからね。なんか、あれよな。なんかさ、わかる夢小説みたいにさ、なんか、思ってることをカッコにこうやって、カッコ、なんとかなんとかなんだけどな、みたいなのあるじゃん、夢小説って。そういうの出してほしいわ。人間の会話にも。うん。さん心に 開く穴の方が痛いですどうしたのなんかすごい闇深いけどここだけ大丈夫そう <laughs> なんかだ大丈夫すごいすごい怖いんだけど大丈夫これイケボなんだうーんイケボなんだた者さんイケボなんだえかまさんよしブパにドリル持っていくかえ大丈夫それすごい怖いなんかあれだねそういうのあったねあれチェーンソーかなんかそういう話したんだよね最近何だっけキンキンキン <じ>ゅ <laughs> なんかさ金曜日にさチェーンソー持ってさ来る映画見たことないけどそういうのあるよねそれっぽいね剛さんいギャグなら得意だぞ本当によろしくお願いしますぜひ。 あ寒いギャグとかが言えない方はそうですねあのー、もうちょっとハードル高いなって方はもう普通に来ていただいても普通に普通にお話をしましょう私はあれです人間なんで普通にお話ができます一応結構なんか結構日本語通じないなって思ってる方多いと思うんですけど意外と通じるんですよ私って私今から歌今からお宅で笑いコンビ作らないとお ちょっと待ってめっちゃ声が上がった強い人ぜひコンビを誰か組んであげてください田渕さん物販で冷たくすることによって寒くしようと思いますまず行くとこからやだよ私冷たくされるのは泣いちゃうから無理んんくちゃん青色担当だあそうだよ。はーちゃん青色だよどう青好きみんなあみんな青好きですかみんな青好き好きだよね好き じゃない嫌い好き <laughs> 田中さん、いけばはご情報です。なんで大変失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。あ、中野ちゃんが開くって言ってる。泣いた間違えたカマさんジェイソンね。そうそうジェイソンジェイソンそうそうジェイソンよ。もうなんか今ね色々いろいろホラー映画が自分の中でごちゃごちゃになってる <laughs> 13日の金曜日そうそうそう19日だと思ってた13日ねブルーナクレマさんピアスは持ってたら穴開けてもら持ってたら穴開けてもらえますかえちょっと私自信ない人の穴を開ける超怖いみちさんハントいっぱいありがとうえなんかさピアスってさその穴がさこうちゃんとまっすぐにならないとダメなんですよ なこうね斜めになっちゃったりすると刺しづらいっていうからそう不器用なんだしほんに人に刺すのが怖すぎるそういうの黒柳さん「え人間だったんですか?」って言ってるえー、そうなんですよ実は人間だったんですけど気づかなかったみんなそうそう実はね人間なんですよ私って知らなかったと思うのでちょっとここで、まあ、改めて情報をお伝えするんですけど2000年生まれ2月の28日生まれのえっ、ー、と えー、神奈川県出身のまあそうですね赤ちゃんなんですよ自分って青色担当ですケインズではよろしくお願いします初見さんも気軽にコメントしててくださいイエイイエイクマ <laughs> さん物販でバブバブいいよもう全然あり大変大変失礼いたしましたまた変なところをスワイプしてしまいましたバブバブいいやおクマさん中野ちゃん心霊体験の話でもいいんですかあそれガチじゃんちょっと怖い そそんんなな怖いことあるる、えー、みんな結構それだけにするの私さな最近ちょっと「犬鳴き村」がさすごい TikTok で流れてきてて「王様ゲーム」知ってるみんな「王様ゲームっ」ームっていう漫画小説もあるんだけどさどあれが好きでさなんか「犬鳴き村」を舞台にしてるんよ。ちょっとね興味があってちょっと行ってみたいんだけどマジで怖いって言うから絶対行かない絶対行かないかられ <laughs> フリーじゃないもう絶対行かない本当に「シンスポ」だけは怖くて行きたくない。 本当に無理。女子寒すぎるから凍結するかもやけど、本当に引かないでや、本当にそんな寒いの。逆に素晴らしくない。ブルーな車さん、青好きです。そうそう、ブルー、ブルーな車さんなぐらいだもね。あ、やった。青好きだって。きも、かいつこさん、姫。私のここ、あ、ちゃんと漢字。漢字。ちゃんと漢字だ。次は。 心があなたはそれを癒すことができます私と結婚私と結婚してください急婚されちゃったもう自分結構お金かかりますよめっちゃお金かかりますもう本当にやばいいてててクさんでも映画でジェイソン一回しかチェーンソー使ってないらしいからなんだよそれダメじゃんもっと使わなきゃチェーンソーチェーンソータさんねえねえテキ始まってソロコーナーやるとしたらアイドル曲歌う おーそっか定期があったらそういうのもあるのかアイドル曲歌うのかなもうなんかさ定期もさ全然なんかなんて言うのその見通しが立たないから全然そういう話になってないけど歌いたいわ何がいいと思うちょっと言ってってよなんかこれがいいなーってそれを聞くからあすんごいなんかこれ何これああね すんごい文字書いてあってびっくりしちゃった私があれですねこれ作詞した時のやつですねすいバ,バ,バブ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 赤ちゃん担当はるちゃんってコールしたいな恥ずかしい <laughs> それみんな恥ずかしくないああありがとうカウントセンキューええくんはこんなかわいい人間がいるわけないだらそういうこと もうその事実はでだからちょっと何回も言うんだけど私あれなんですよ天,天使なんですよ私で大天使なんですよ私ハルエルですクマさん俺遠慮しとくって言ってる泣いたちやし映画『犬泣き村』見たいんやけどななんかあれさ私もちょっと興味あったんだけどさあんまりだったくないなんかみんななんかうーんみたいに言っててでも私なんかその人のさ口コミってあんまし。 <laughs> 映画に関してあんまり信用してないからなって思うなんか人となんか普通の人とあれなのかもしれない歓声が階段を歩いているとあちょっと待って田舎は順次が転落してくるという階段までしてそれめっちゃ怖い <laughs> 人が転落してくるって言うんでめっちゃ怖いもんくまさんチェーンチョ <laughs> 間違えちゃったチェーンソウねチェーンソウみんな知ってるチェーンソウ あスケットマンさんグッドイブニンググッドイブニングヤッホーフーフー皆さん元気ですかなんかあれですねあのー、なんだっけ自粛が解除された途端、あのー、またちょっとコロナのなんか数が多くなってきたんで私はとても心配しているんですがみんなもう,もうだって仕事戻ってるでしょ大丈夫そうそこらへん A さんジェイソンのメイン武器はチェーンソーではなくなった <laughs> そうなの 初めて知ったんだけどそうなんだ知らなかったずっとチェーンソーだと思ってたえみんなも知ってた逆にジェイソンがナタ,ナタの人だって驚きもものきなんだけどやばあシだっシュリくんラってやっほーヤッホーちら 今さん大天使ミカエルあそうなんですよ私ミカエルの実の生まれ変わりなんですよ私実は <laughs> 変なこと言うのやめよう本当に <laughs> ハロエル降臨とか言ってくれなくさそうそうハロエルなんですよ自分女子オタナキ村も見たいよ何オタナキ村ってそれ絶対嘘じゃんそんなのあるのそんなのあるの絶対嘘でしょ <laughs> 黒天使え違うよ黒天使はもはや悪魔なので私は白い天使です田島さんなんで <laughs> 配信コラテーション高いのにメンバーするのとあんな黙るなんでだろうね私もなんかで、ね、結構それはね思う何でですかねえなんかあ私がなんか割とその喋り出すと止まらないからなのかもしれないちょっとみんなにあれかなと思って静かにしてよってなっちゃうのかも <laughs> なんだろうねえでもね喋る電話でも割と喋るんよないやなんかし <laughs> シンプルにでも私なんか今までその大人数で人と喋ったことがないからなのかもしれないなんか一人一人ととはコミュニケーションを取ったことあるけどその人生の中でねなんかごなんかさ中学とかも私なんか割と2人でいることとかが多かったのよだからかな え、でも全然なんかその船仮説とかはないよ全然マジで。三宅さん、ただ一つの切れ味の切れ味の落ちないチェーンソー、ジェイソン。チェーンソー、ジェイソン。すごいね。でも、なたなんだって。ジェイソンはなたらしい。なんだっけ10 ?13 日の金曜日か。助太さん、今日も顔見れてよかったよ。もう、もう、もう行くのもう行くのもういないもしかして。うんうん。 ありがとう。顔見に来てくれてありがとうございますゆめくんチェーンソーを使う有名人は悪魔の生贄のレザーフェイス悪魔の生贄なんだ悪魔の生贄なんだ悪魔にためられちゃうのじゃあへえ夫さん2月28日の何時に生まれたの分かんない何時だろうちょっと後でママに聞いとくわ 何時に生まれたのなんかねママもねそれとか曖昧だから忘れてるかもしんない <laughs> ブルーな車さんブルーな天使あんまそうね色的にはそうなります青色担当なんで自分ごめんさどんどんふざけて<笑><笑>なんかふざけすぎてなんか静かになった時が怖い <laughs> なんかしょうもないことを言ってなんかさ寒くなった時がなんか恐怖だから メンバーがいてもそうだそううだねいや多分ね分かってると思うよなさ私がなんかそのうるさい人だってこと多分多分みんな割と理解してると思うえーそうなんかねもう全然話が変わるんですけど私焼肉は単勝が好きなんですよ <laughs> <laughs> でもさ結局あの時も喋んなかったえしゃべったってだから喋ってない うーー <laughs> すみませんしゃべすしゃべるしゃべりぶしゃべるしゃべりますしゃべるしゃべりピン谷さんフィンだって天使と思いきやだ天使だったからちょうどいいじゃんあそれ髪風怪盗ジャンルの話もしかしてだけど髪風怪盗ジャンルの話かなこれちょうどいいって <laughs> ちょうどいいってどういうこと 熊さん生まれた時間母子手帳に書いてあるからあそうなのちょっと後で見てみるわ夫さん新ののカラーはどうやって決めたのえなんか結構曖昧でそのまだメンバーのカラーが決まってない3人のメンバーのカラーが決まってない時にもうレコーディングをしてたんやなレコーディングをしててなんか突然マネージャーさんになんかさ自分たちでさ 何色がいいとかあるのみたいな感じでなんか聞かれて「いやーそうっすねーそうっすねーできれば青」とか「青青青,青ですねー」とか言って私が一番最初に言った「青青」とかどうですかとか言って「おお星いっぱいだありがとう」なんかねって言われてでもその時に決まんなかったの、ね、よ結局。 決まんななくて <laughs> なんか初めて衣装を着る機会だから3月27に <laughs> 3月27かなにネクタイの色を見て知ったのかな。うんなんかでもなんとなくさあるよねなんかその新面でもこの子はこの色だろうなみたいな。 ななんかなんとなくある自分の中で私牛乳牛乳 <laughs> 焼肉の時も牛乳焼肉の時はオレンジジュースとか飲むりんごジュースとか牛乳はパン食べる時とか私さんもしかしなくてもそうですおーそうですよねやっぱやはりいやー私もちょっと 回答にな何か,かチェックメイトーってやりたい <laughs> ブルーナクルマさなってるのめっちゃ好きです <laughs> ずっとなってよかなじゃあクマさん振ったのに喋ってくれ喋 <laughs> ったじゃんごめんごめんぴょえん <laughs> えんけんさんちょっと豆乳飲んでくるおいってな豆乳はね 体ねえからいやしかしでも色は青と緑と黄色以外の選択はできなかったのできなかったうんなんかねなんかもうその色を引き継ぐみたいな感じの雰囲気だったかなたイさん赤ちゃんの赤と天使の白がいいですいっそボーダーがいいですウォーリー <laughs> 探されちゃうよ捕まってしまうそれは。 おとさんカラーは当日決まったのねいや待って確かそうだった気がするんだけどもうなんか緊張しなんかそのまださなんかなんて言うの自分の中で緊張しててずっとその当日も緊張してたんだけどなんかそこに至るまでもなんか毎日緊張してたのだからもう確かそうだった気がするちょっとあかりちゃんたちに聞いてみてほしい。 チューシー、オレンジジューチュー。ジューチュー。いいね。えそうそう、みんなオレンジジューチュー飲もう。くまさん、チューシーが、他の色だとメガホンがないじゃん。<laughs> 他の色だとメガホンがないじゃんって言うてる。ウォーリーとかダメだね。でも作んなきゃいけないなっちゃね。シーティックがジーって言ってる。どうしたのも。あーさん、星ありがとう。ジーってどうしたのチューシー、塗装すれば。 おー確かに塗装ありだね塗装難しそう小柳さん赤ちゃんの黒先があ青だねそうそういろいろじょちょっと情報量が混ざってるんだけどそのけ結果結論的に言うと自分青ですね <laughs> えっ、ー、クさんそうなのあかりに聞いたらその前に決まってたみたいであそうなのやばいやばいいつ決まってた逆に逆にいつ決まってたのそれ嘘私とんちんかんなこと言っちゃったやばいやばいどうしよう ンンさんさ担当職を掛け持ちして優柔不断状態を解消した話掛 <laughs> け持ちはえぐいってンンさんあなたが青でよかったわなんてそれどういうことですか何なんでなんどういう話それチェシー本当は何色が好きなの担当関係なくピンクと黒が好きですねピンクと黒ピンクと黒と白が好きああピンクが一番好きかもなんかピンクの服とか多い ピンク好きピンク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 が好きですお父さんお春は,は青でよかったあいよ青なんかね何色でもいいかないいかなというかなんかそのなんだろうな,なんかでも自分って言ったらその黄色青緑ってなったら青なのかなって考えてたたじさんお宅にはいろいろあるのですどういうことですかピエンピエン ゆうきさん、あなたの担当職はと聞かれたら、点々で青です。青です。三です。青です。やべえ、4十分だ。たじおさん、今着てるのも買。買ったのも、黒やん。え、まあ、そうなんですよ。や、黒も好き。服黒多い。くまさん、最初に聞かれた時に、三人バラバラな、それで決まった。みたいなこと。あ、な、あそこで決まってたんだ、もう。うん、そう、なんか、私はもう、青。青、青ですって言ったから。 あ,あそこで決まったんだ。ふーん、みたいな感じで終わったから、なんか、それを参考にされるのかと思ったけど、もうそれで決まってたんだね。なるほど。ゆうさん、えー、来たばっかり。<laughs> 今来たばっかりか。ピエン、ごめんて、やべ、45分です。最後に告知をさせてください。今週かね。今週の土曜日と日曜日に向かう曲ライブまたあります。うんとね。アーカイブがね、2週間ぐらい残るのかな。確か。 また私とんちカなこと言っちゃうからちょっと待ってえっと喉痛いのでぜひ遊びに来てほしいですそうねああこれは書いてないのかどっちかあそう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 えっとね6月7日の本は2週間アーカイブが見られますね はい、お疲れ様だってありがとう。はい、のでぜひ、見てくれたら、時間が合えば見てくれたらなと思います。よろしくお願いします。その後に特典会もあるので、ぜひ、ライブ終わった後、お話しに来てください。よっしょ。かまさん、じゃあ初見です。ねえ、どういうことじゃあ初見ですって。ゆうケさん、ロイヤルブルーロイヤルパープルとマイカグリーンとすごい掛け持つやん。ステーショナリーホワイトですと答えてやろうかと。すごい、すごい長い。 男女さんせっかく規模色うまい具合にばらげたのにそこから一人 <laughs> 確かに <laughs> 確かに <laughs> ほうきちさん配信おつはるさん d しありがとうおつはるさん DC あさ土日のライブ頑張れみんけどなんで見にくれないの泣いたライブ始まったら来てね来る <laughs> 来てくれるみんなみんなライブ始まったらライブ見に来てね直で会えるようになったら くまさん土日2週間残るそうそうそう,そう2週間残るんですよよろしくお願いしますユけさんロイヤルブルーじゃなくてネイビーブルーの間違えちゃったすごいななんかいろいろな色があるねえ黒猫さんバイバイってやだよなんでバイなんかもっと可愛いのがいいバイバイじゃなくてバイバイハートとかがいいたじ <laughs> さんバイちゃバイちゃバイバイ <laughs> 何かのライブ飲大丈夫かなちょっとそれまでにめっちゃ加湿器加湿器をすごい飲む 体、治す、それまで龍角散飲むわ。くもさん、おつはる様、ありがとう、おつはる様、ありがとう、来てくれて。あ、そおつはる、ありがとう、おつは中野ちゃん、お疲れ様、ありがとう、お疲れ。もとさん、発信お疲れ、ありがとうね、またね、バイバイ、ありがとう、来てくれて、ありがとう。くもさん、どうしようかなって、泣いた、ぴえん。こなくさん、バイバイ、は。<laughs> もう違うじゃんハートゆけ <laughs> さんバイ,バイ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 ありがとうクまさん加湿器は飲めないでもその通りでございますはい本日は皆様一日お疲れ様でしたまた私は Twitter を後で更新するのでねシェアーズとかを更新するので是非見ててください本日は45分間おき合い,いただきましてありがとうございましたまた5日後にお会いしましょうおつはるさまでした おやすみ。まだ寝ないけど。ありがとう、クマさん、楽しむ。バイバイ。